女子の憧れ、イケメンアスリートとの結婚ってありなの？なしなの？現在花嫁募集中のトップアスリートに密着すると、サッカー日本代表屈指のイケメン選手は私生活が超ド派手なナルシスト。これってあり？なし？可愛かった。さらに現役アスリート妻、元フジテレビアナ本田朋子さんがイケメンすぎる旦那様との禁断の恋の真相を初告白。当時のマネージャーさんから週刊誌に出ますで、なんか結婚退社へみたいな風に書かれてるよっていう風に言われて、イケメンアスリートとの結婚はありかなしか、独身美女20人が女子が知りたいスポーツ界の疑問を根こそぎチェックする。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。人生はドラマだ。そしてそのドラマの主人公は自分。いいことも悪いことも全部自分自身に降りかかる。おお、ロミオ。主人公になろう。GMOクリック証券。私は東京新聞。試し読みから東京新聞、まずは無料で1週間。写真待ってます。口座がない、口座がある、口座がない、口座がある、口座がない、でも大丈夫。口座がなくてもカードが作れます。カードローンなら三井住友銀行。今日から配属の澤部です。よろしく。ログレスはやるのか。え、ログレスはやるのか。勇者たちよ、今日中に全員でレベル90だ。おお、仕事してる暇なんかないぞ。さあ登り1000万ダウンロードへ、剣と魔法のログレス。澤部です。オリックス生命の死亡保険ブリッジ、500万円の保証が30歳男性の場合、月々769円、嬉しい割安な保険料。オリックス生命で検索。マイナンバーの通知っていつ届くんだっけ。それは10月からだ。あかん、もう10月やん。マイナンバーは自分だけの番号、大切にしないと。あかん、届いたらしっかり保管。うまい。一人に一つマイナンバー、いよいよお届け。せーの、エースを狙え。女性向けスポーツバラエティ、エースを狙え。ちょっと異様なね。そうですよね。いいですけどもね。オールナイト富士じゃない。昔懐かしフジテレビの深夜番組ですね。違うんですね、これ。どういう番組なんでしょう。史上初のですね、はい、女性視聴者のためのスポーツ番組。もう非常に分かりやすく言いますと、はい、アスリートと結婚したい女子のための結婚紹介番組。あっせん番組。あっせん番組です。なんとなくあの野心のオーラ感じてるし、こっちこちらがイケメンアスリートとの結婚はありかなしかを厳しい審美眼で判断する20名。全員モデルやタレント活動を行う、いずれも容姿には自信ありの美女軍団です。アスリートのもう大金を狙っている女たちでしょ。エースを狙える A は、アスリートを狙いたい、はい、なるほど、はい、なるほどですね。なるほど。さあということで、最初のエース様はですね、サッカー界からのご紹介となります。あのイケメンアスリートとの結婚はありなの、なしなの。美女軍団がプライベートを根こそぎチェック。まずは本田香川と並び、今日本代表のレギュラーとして活躍。一方でファッション誌に取り上げられるなど、今サッカー界一話題のエース様というのですが、調査するのはあれ、ここの現場、まだ入ったんだ。元気いっぱい鈴木奈々さん。いた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 、あの方です。エース様候補その1、浦和レッズ牧野智章。年
しょ。お願いします。すごくちっちゃいよね。ほんでいやほんまよう出てくれましたね。緊張します。だってすごいイケメンなんだもん。私最近すごい筋肉フェチなんですよ。あ、本当ですか。触ってもいいですか。すごい、すごい、お腹見たい。白い。白い。色はええやないか。今回はアスリートとの結婚を狙う女子が気になるこちらの4項目をチェック。まずはどれだけおしゃれなの。サッカー選手といえば本田選手などおしゃれで有名ですが、果たしてエース様の私服は。練習後牧野選手を出待ち。大事だな。お疲れ様です。お疲れです。どうやら相当なおしゃれさん。リュックもルイ・ヴィトンの新作でバッチリ決めてます。私嫌なあの私服。実はエース様は J リーグきってのファッションリーダー。ファッションイベントにも呼ばれるほどのおしゃれさんなんです。そんな J リーガー一おしゃれさんのご自宅にはファッションアイテムがずらり。中でもおすすめは、この中でも特におすすめなのが、自分の顔で靴を作りました。さすがはエース様、センスも抜群。そんな牧野選手の愛車がこちら。訳あってお見せできませんが、ドイツの高級車ポルシェカイエン。お値段なんと推定1,500万円。みんな乗ってますよ。なんかそんな愛車で向かった先は渋谷区代官山。ここの上です。ここがエース様行きつけの美容室アンデス店。実はこちらのお店サッカー界では超有名なお店。あの本田圭佑が年間2000万円かけて海外へ呼び、カットをお願いする美容師さんがいるお店なんです。そしてこちらが本田選手の担当でありエース様の担当でもある林さん。そんなサッカー界御用達のお店ですが、意外にも値段はリーズナブルなんです。実はこの店に自宅のある浦和からおよそ1時間半かけてまでやってくるにはある訳があるんです。それがヘディングしても決して乱れることのない七三分け、通称牧野の部屋。なんかさ、いつもさ面白い髪の毛してますよね。七三だわ。数ミリ単位の長さにこだわり、2週間に1度は通う徹底ぶり。カットを終えた髪型はこんな感じ。可愛らしいよね。髪の毛下ろしてた方がいい。すると、はい、絶対そっちがいい、はい、それワックスですか。これジェル。あ、ジェル。なぜか突然自ら髪型をセットし始めたエース様。いつもこれやってるんですか。毎朝やってますよ。毎朝毎朝ドライヤーで当てて、大事なのは押さえるところに対してドライヤーを当てて、はい、手で押さえてあげる、はい、そしてセットすること5分。完成です。はい、ドヤ顔。さっきの方が良かったけどな。嫌なのこれ。続いては独身女子が最も気になる収入をチェック。エース様の金銭感覚をチェックするためお買い物に密着すると、ご無沙汰しております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。プラッと来てプラッといつも買って帰って、どんな買い物の仕方ですか。今ね俺パンツ結構好きなんですよね。パンツ。そう言うとお気に入りを物色。買います。お値段なんと18万円を即決。さらにこれいいじゃんこれ。こちらのカットソーも試着することなくお買い上げ。
ルブタンのド派手なお財布からゴールドカードでお支払い。やっぱり金遣いが荒いですか。いやそんなことないですよね。荒いと思う。ちょっと待って、荒いです。荒い、荒めですか。でも好きなものには使いますから、うん、はい。プレー同様、買い物もインスピレーションを大事にするという牧野選手となると気になってくるのは年収。ズバリサッカー選手って儲かるの？年収超気になる。 J1 というクラブの中で、はい、5000万円以上もらってる選手は20名って言われてます。20名じゃない。どこ？僕はこの20人の中には入ってます。うわー、すごいね。もらってるってこと？5000万以上ですよ。嘘でしょ。やばー。もうないじゃん悪いところ。あるよいっぱい。一つ言えば、うん、ちょっとナルシストのところ。ちょっとね、うん、続いても女子の間で多かった疑問。やっぱり恋も夜遊びも派手なんじゃないの？つい最近芸能人と話題になったエース様、超モテそうですが果たして。みんなで名前隠してた。モテますよね実際。いや本当にモテないですマジで。うさうさうさ。だって告白もされないし、いいよっても来ないし、電話番号も聞かれないし、全然出会いもないですもん俺。今で彼女はいますか？あ、今いないです。あ、いないんですか？はい、本当サッカー一本に打ち込んでるので狙い目はないです。前付き合ってた方はさ、あの芸能人じゃないですか、はい。やっぱそどうやってじゃあ出会うんですかそこは。まあそうですね、それはたまたま共通の友達がご飯するときに、はい、まあ呼んだっていう形です、ね。そういうことあるってことですよね。まあまあでも稀ですね。稀なんだ。稀に。はい。普段一体どんな友人と食事をしているのかお邪魔させていただきました。ちょっとね今日友人呼んでるんで、はい。こちら六本木にある隠れ家レストランシェイブシェイブ。いたのは超一流芸能人の皆さん。キャー、怖いよ。何これ？かなり意外な交友関係です。その他にもご覧の方々と食事をすることが多いというエース様。あ、じゃあマッキーを囲む奇人変人の会。イエーイ。ではそんなエース様が結婚相手に求める条件とは。結婚か。まずはスター選手につきまとうこの問題。サッカー選手ってやっぱ忙しいですよね、はい、多分平均的なスケジュールでいうと10時から12時に練習が終わったら12時からもう次の日の10時までフリーです。はい、それなんか羨ましいな。固定のスケジュールは毎日の2時間のチーム練習と試合だけ。残りの時間は自己管理。自己管理。しかし日本代表としても試合をこなし、 J リーグの顔でもあるエース様の日常は超多忙。ある1ヶ月のスケジュールを見ると代表戦やサッカー以外の仕事でパンパン。付き合うなら会えなくても文句を言わない人がいいとのこと。料理とかはどうですか？いやもう料理大前提です。自分に今できないものが料理だから、うんうん、でも料理はやっぱり奥さんというか女性の方に僕求めてるタイプなので、うんうん、ルーティーンもあるから、うん、1週間の中で土曜日に向けて月曜日はこれ食べた、うん、火曜日はこれ食べたってやっていく中で、うん、その週末の試合いい結果が出るとまた同じルーティーンで来週も同じ時間に同じ料理を作ってっていうことになるんで、そうすると奥さん大変かもしれない。大変そう。大変ですね。食事はどうしてるんですか？100% 外食ですね。自炊できないんですか？自炊全くと言ってようできないですね。そんなエース様の自宅のキッチンを覗いてみると、僕は料理は一切何もしないということで、キッチンはこんな状態になっております。一切調理器具がありません。そして禁断の冷蔵庫、じゃじゃん、ということで飲み物とヨーグルトしか入っておりません。牧野家のキッチンは以上です。
ド派手な私服姿にこだわりの髪型など、とにかく他人とは違う自分をアピールするエース様ですが、実はそこにはこんな理由が。俺たちの見せ方が、え、サッカー選手は見られること意識してるの？意識超するよ。俺が一番大事にしてるのは自分の顔とメインスポンサーを出すこと。おお、さすが。ゴール決めたらサポーターのところにもちろん行くけど、大事なのはメインのカメラを探すこと、はいはい、だからゴールパフォーマンスも一回ここにポーズ取るとモデルさんじゃないけど、カメラマンさんって一人じゃないから20人いるとしたらゆっくり回るの俺、はい、すごいな、すごい、そっしゃーって。そう、ではそのシーンをご覧ください。わからんね。チームメイトがゴール、祝福に駆け寄る選手たち。すると主役を奪いに来たエース様が登場。左に右に渾身のガッツポーズ。確かに回ってます。ほんまや、人のゴールですよ。さらに牧野選手にはその他にもこだわりがあるんです。試合中、牧野選手の足元を見てみると、左右色の違うスパイク。スタジアムに見に来てくれてる人でさ、一発で分かるよ、はいはい、あの人なんで違うの、うん、あれ牧野っていう選手なんだ。でもミスすれば目立つし、いいプレーすれば目立つし、それで楽しんでもらって真似してくれる選手が増えればいいかな。そう、スパイク一つとってもエース様には人に見せるというポリシーがあるのです。そして最後に未来の花嫁さんについてこんなことを。夢持ってるやつ好きですね、うん、やっぱりその奥さんは奥さんで子育てだったり旦那さんのサポートすることももちろんだと思うんですけど、はい、うん、自分のやるべきこういう高い目標のものを持ってると、はい、かっこいい奥さんだったり、はい、女になると思うんで、はい、そういう高みを目指してほしいな、はい、以上、今回調べたこの4項目を踏まえてエース様と結婚したい美女は何人いるのか。そうですね、たっぷりと。さあ、それではここで牧野選手が来てくれてます。マジで？どうも。残念ながら牧野選手は練習のため来られず、本日は親友の武田信弘さんにお越しいただきました。本当にいいなと思ったら武田さん本当繋いでくれるんですよね。もちろんです。この人って仲介業もでけへんって。いや、自分で持ってくるでしょ。でも3人結婚しましたから、僕が紹介してサッカー選手と、まあ、こうするたびにね、爪綺麗のが腹立つ。今日はね、今日も来ました。仲介ですかね、今日ね、はい。ここで代わりにやってきた武田さんにさらに質問攻め。なんか皆さん聞きたいことありますか？ありますか、サッカー選手の不安もあると思うんで。いいです。はいはい。まずは小野乃々香。かつて野球選手に浮気され破局した経験を持つ彼女からシビアな質問が。あのスポーツ選手って結構激しいスポーツだから、うん、寿命も短いじゃないですか。そうすると引退した後ってほとんどの人どうするんですか？これじゃない一番怖いの。ですね、サッカー選手は。ちなみにですね、牧野さんに取材していた時に、はい、牧野さんの場合は35歳くらいを現役の限界と考えていらっしゃるので、将来やはり牧野さんも監督になりたいということで、そのための勉強も今されているということです。まあ、でも監督はね、大体野球もそうですけど、長くて3年で短くて1年で解雇ですから、結果が出なければ、結果が出なければね。ちなみに J1 のチームの平均監督年俸どのぐらいですか？ J1 多分2000万とか。2000万でも監督で優勝したりすると億超えてますけどね、1億超えた。さあ、うん、ありますか？はい、どうぞ。牧野さんはもし結婚したら、うん、夜の生活は週何くらいであるんですか？何聞いてんの。一番大事じゃないですか。牧野君はやっぱ日本代表でトップクラスの体力があるから、まあそこは強いと思いますね。ダンジェリカもね、体鍛えてるから、そういう体っていうのはもうたまらないでしょ、うん、たまんないですね。もう絶対もういろんなとこ見ますもん。細かい部位フェチなんで私は、もうここの後ろのこのちっちゃい筋肉とかも全部見ます。じゃあやっぱり彼氏は鍛えてるとか、アスリートに越したことないんだ。もう絶対運動してる人がいいですね。
はい、鍛えてる人が。槙野選手の体じゃすごいいいんじゃない。いや、いかったですね。いかった。さあ、ということで今の VTR 見て槙野選手に真剣にアタックしたいという方、もちろんいたんじゃないでしょうか。はい、もしいたら本当に武田さん繋いでいただきますね。もうすぐこの後言ってきますよ。わかりました。さあ参りましょう。はい、槙野選手にアタックしたい方いたら立ち上がってください。どうぞ。お、いや、これたくさん上がるんじゃないですか。来た。結婚してください。もしよ、手術は難しいかもしれません。奇跡は起きる。結婚式の前日に10月スタート。下町ロケット、今度の日曜。なんだこれ。ドンベイさん、生まれ変わってまた会おう。ドンベイさん、生まれ変わっちゃった。まさかうどんに。うどんだよ。いただきます。熱い。日清のどん兵衛。格安スマホは結局高くつくらしい。 Y モバイルは全部コミコミ。これは事件です。スーパーコミコミ全部まとめてニャンキッパ。挟まっちゃいました。私もです。 Y モバイル。こっちを飲んでもらいましょう。どんな感じがしました？炭酸強かった気がします。めっちゃ美味しかった。すっきりします。甘くてコカ・コーラがあります。美味しかったです。これすごくない？コカ・コーラの味わいがあるってことだね。単独ミッション中、彼女はなぜ妊娠したのか、何を妊娠したのか。この衝撃は全ての海外ドラマの枠を超える。エクスタント、生存か絶滅か。あのプレモルをワイングラスで一回し、ホップの香りが花開く。ビアテイスティング、ぜひお試しを。ザ・プレミアム・モルツ。これ絶対もらえます。新しいレオパレスに大学生の先輩が越してきた。ここ1階なんだけど外から見えにくくなってるのよ。わあ、本当だ。ねえ先輩、今日泊まってってもいいですか？すずんち目の前でしょ。レオパレス21。あのモンストが任天堂 3DS に登場。まだ誰も知らないモンストが始まる。引っ張りハンティング RPG モンスターストライク、予約受付中。これが16茶。ごくごく飲めて、なんといい表情になるのだ。一緒にごくごくします。ぜひ。新ごくごくで新スッキリ16茶ホットも。槙野選手にアタックしたい方いたら立ち上がってください。どうぞ。お、サッカー界で20人しかいない年収5000万円以上。しかしこだわりは人一倍強いエース様。ありなの？なしなの？めっちゃいいやつ。いや、これたくさん上がるんじゃないですか。来た。おお、お二人。すごい。夜の強さを確認した彼女が確認した。そうですね。ねえ、よっぽど間違いない。間違いない。上の彼女はどういうところが良かったんでしょう？マッキーの選手ってあのイケメンの人って面食いのイメージなんですけど、あの前の彼女さんとかを見てるとあんまり顔で。やめろやめろ。すげえな。何ちゅうこと言うの。マキノ様、若干不安の残る2人ですが、責任を持ってお詰めいたします。あのイケメンアスリートとの結婚はありなの、なしなの。続いてのエース様は、去年バカ売れしたこちらの写真集の中で驚異の肉体美を披露し、女子たちの間で密かに話題となった謎のイケメンアスリートということですが、そんな筋肉エース様を求めてやってきたのは湘南平塚。すいません、松本選手ですか？はい。こちらがエース様高校その2、プロビーチバレーボール選手松本大輔。白い髪の中、優しい笑顔と鍛え抜かれた肉体を武器に、太陽が降り注ぐビーチで躍動する姿はまさに世の独身女子の目を釘付けにする王子様。すっ
っごい筋肉見せて。いやもう全然僕なんてあれです、もっといい人今いっぱいいます、ビジュアルは。いや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 、謙虚なとことかいい。鍛えてらっしゃるんですか？そうですね、基本的にはジムとビーチバレーもやってるんで、勝手に今なっちゃうって感じですね。そんな筋肉イケメンエース様との結婚はありなの？なしなの？まずはそもそもビーチバレーって何なの？という女子たちのためにおさらい。ビーチバレーは浅尾美和選手や坂口佳穂選手の活躍や、男子もイケメン選手揃いであることから人気が急上昇中のスポーツ。2020年の東京オリンピック正式種目にも選ばれた、今後絶対に来るスポーツなんです。ちなみに実業団やプロチームがある室内バレーとは違い、ビーチバレー選手はチームとしてではなく個人同士でペアを組み試合に参加。試合に勝利したらポイントが各個人に入るため、シーズン中も自由にペアを変更できるんです。そんなビーチバレーで日本ランキングトップ10入りを果たしているエース様を、美女軍団がプライベートまで根こそぎチェック。まずは年収ってどれくらいあるの？年収は自宅を見ればわかるということで、家にお邪魔することに。一人の家になかなか行かないんですけど、こちらが松本選手のご自宅。トップアスリートでイメージするようなセレブな生活とは少し違うようですが、しかし、え、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか？意外と中は広くて綺麗な 2DK で、家賃は4万5000円。海に歩いて行けるほど立地がいい掘り出し物件ではあるんですが、日本トップレベルの選手の部屋とは思えません。そこで気になるのはビーチバレーボール選手の収入。果たして結婚して生活できるだけの給料はあるの？はい。年収っておいくらですか？僕はですね、一応350か400ぐらいの間ですね。そうなんや。はい、はい、まあ、賞金っていうよりは基本的にはスポンサー収入っていうのが多いですね。大学のビーチバレーコーチとして副業収入も含め400万円前後、一般サラリーマンとほぼ同じ年収なんです。しかしサラリーマンに比べてスケジュールは？そうですね、シーズン中だと金土日が大体大会が入ってくるので、まあ、月曜日が大体オフにしてますね。で火水木と練習して金土日試合っていうことが多いですね。とシーズン中は土日にお休みを取れることは少ないそう。まだまだ発展途上のスポーツなので収入面ではメジャースポーツに遠く及びませんが、ルックスは100点満点、未来のスターかもしれない。今回のエース様、果たして美女軍団の判定は？この後スタジオで気になるあの質問をさらに根こそぎチェック。あ、いやいやいや、ざわめきましたね皆さんね。そうですよね、かっこいい。アンジェリカいかがでしたか？可愛かった。はい、うん、もうやばい、あの体も全部いいし、なんかの謙虚なとことかが、うん、好き。本格的にうっとりすんだよね。本当に。いやもう超タイプ。ああいう感じ。さあここでなんと、はいはい、松本選手ご本人にご登場いただきましょう。どうぞ。いやこれが本来の番組の趣旨ですからね。一発目がイレギュラーだっただけで、かなり評判いいですよ今のところ。もうドキドキしてる。ドキドキしてる。ですけどもね。ね、今ちなみに30歳。大体選手寿命でいうとあと何年ぐらいできそうなんですか？そうですね。ビーチバレーは結構長いので、40ぐらいまでできる。なるほどね。アンジェリカちょっと体触らせてもらって。触っていいの？触りたい。何じりじり近寄ってんの？すごいな。ね、こんなアンジェリカ見たことないよ。ね、いいですか？あ、はい。じゃあちょっとお立ちいただいて、はい。いいですか？いやでもそんなに。うわ、なんだこれ、すごい、
させてもらったら、うん、あ、なんか肌綺麗、うん、あ、すごい、あ、なんか肌質超いいね、大事だよ、大きい、上半身ちょっと抜けたりします、全部今ですか、細かい筋肉ちょっとね見たいっていうから、これも脱いで、あ、脱いで、やばい、ちょっと見える感じ、あ、そうな、これがまずね、1段階、これがいい、はい、じゃこれで、あ、じゃあそれでいきましょう、はい、それでいこう、それでいこう、ね、自慢の筋肉でハートを打ち抜かれたところで早速、美女たちが質問攻め、シャツだけでこれね、いや、じゃあ質問の方ね、はい、行きましょう、奥さんに求めるこれっていう条件、第一条件、さあ何ですか、アマゾンさん、僕は第一条件はあの笑顔が上手、多い女性が、笑顔が多い女性、なるほど、無理やり笑ってますよ、緊張して急に口角上げたいでしょ、かっこよすぎて、もう緊張した、はい、アンジェリカさん笑顔ちょっと少ないイメージ、ずっと笑ってます、嘘つけ、あれいつもカリカリしてるでしょ、あなたクールフェイスでおなじみじゃないですか、笑ってる、笑ってます、笑ってます、はい、そうですか、はい、行きましょう、結婚したら夜の一番、そっちばっかりやん、気になりすぎ、君なんや、家にベッドしかないやん、いや気になる、そこ大事、大事ですよ、大事です、さあ、いろいろ練習のこととか含めどうぞ、ビーチバレーボール選手は引退後はどういった、セカンドキャリアね、いや、これは気になる、結婚を考えると年収400万円では引退後の生活が少し不安という女子たち、エース様のお答えは、ビーチバレー選手は結構指導者に行く人が多いですね、はい、一応僕も高校中学の教員の免許を持ってるんですけど、あ、そうなんや、だから先のこともちゃんと考えながら、ね、頑張ってると、はい、ちなみに、はい、パソパソさん好きな例えば芸能人とかどういうタイプか、僕ずっと小野乃々佳さんのファン、いや、ちょっと待って、松本さん、それはないぜね、それはないぜ、あの笑顔がとても多いんで、今まさにアンジェリカが振られるというね、ほら、そう、ここで最終ジャッジ、年収400万円だけど誠実イケメンアスリート、そんなエース様と結婚したい美女は何人、さて皆さん、松本選手に真剣にアタックしたいという方はいたんでしょうか、もしいたら松本さん確認ですけど真剣に考えてくださいますね、はい、もうもちろんです、さあそれでは参りましょう、松本選手にアタックしたい、そういった方いたらお立ちください、どうぞ、これはどうなるのか、松本選手にアタックしたい、そういった方いたらお立ちください、どうぞ、いや、よかったですね、ほんまに彼女できますよ、できますね、これなんでののかちゃん立ってないの、いや私、いやでも実際すごい嬉しかったんですけど、うん、付き合ったり人を好きになると本当に面倒くさくなるタイプなんですよ、うん、なんでこれからの人生を台無しにしてしまうんじゃないかっていう、そんな束縛するの練習も行かせない試合も行かせないみたいな、アンジェリカさんいいんですか、いやだってもうそもそも小野派じゃん一気に興味なくなっちゃってさあ続いてはですね、はい、まあ、皆さんにこのアスリート妻の苦労とか、はい、結婚生活をリアルにですね、うん、ちょっとイメージしていただこうということで、夫が現役アスリートの夫婦に密着してまいりました、うん、はい、こちらの夫婦です、はい、出ました、バスケットボールの人気選手五十嵐圭さんと、はい、元フジテレビアナウンサーの本田朋子夫妻です、はい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 、ちなみにテレビカメラが初めてお二人のアイノスに潜入です、あ、そうなんですね、ただこの二人のツーショットテレビでだって見ないでしょあんまり、見たことは確かにないですね、初めて二人で出ることうちら初めて、すごい、なぜこの番組してくれたんですか、ねえ
伊賀さん大変です。明日本田さんとのことが週刊誌に出ます。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あのイケメンアスリートとの結婚はありなし。ここからは実際に超イケメンアスリートを射止めた元フジテレビアナウンサー本田朋子さんの実体験をもとに根こそぎチェック。そもそもアスリートと女子アナどうやって出会うのか。するとそこには、もしもし伊賀さん大変です。ん、明日本田さんとのことが週刊誌に出ます。当時のマネージャーさんから週刊誌に出ます、うん、でなんか結婚退社へみたいな風に書かれてるよっていう風に言われて。ゲネビン初告白、人気アナウンサーと超イケメンアスリートの3年に及ぶ人目を忍ぶ禁断の恋の真相が。こんにちは、小野ののかです。あれお付き合いされてたんそこ聞きます。誤解されて別れも別れちゃいましたけどそんなこと。かつて野球選手に浮気されて破局した小野ののかが辛口チェックを開始。まずは女子が一番気になるこの疑問、バスケ選手って儲かるの。一行は名古屋でも閑静な住宅街にあるテレビ初公開となるご自宅へ。出るかな。あ、こんにちは、小野ののかです。よろしくお願いします。どうぞ。玄関にいるだけでも絵になる五十嵐家本田朋子ご夫妻。すごい、お邪魔します。はい、ワンちゃんも。はい、ナナちゃんです。ナナちゃん、幸せ妻の象徴チワワを迎えてのお出迎えを受けたら、早速愛の巣へ潜入。こちらへお邪魔します。めっちゃ綺麗。素敵なお宅ですね。3年前新築で購入した 3LDK のマンション。家具はシンプルなデザインでセレブの間で人気の北欧家具ボーコンセプトで統一。エース様が独身時代から使っているお気に入り。外に出ればおよそ30平米の幸せあふれるバルコニーが。すると、ぶっちゃけお値段ってお値段はご想像にお任せするんですけど、はい、ローンで、一応ローンで、ローンで今買ってて、はい、どれぐらいですか大体。うん、そうですね、うん、今の東京のマンションの価格でいうと、はい、多分一回りちっちゃいぐらいですかね、はい、つまり推定6000から8000万円ってとこでしょうか。ここでアスリート妻に勝手にライバル心を持つ小野がこんな失礼な質問を。ぶっちゃけ儲かってますよね。いや全然。年収おいくらですか。まあ野球選手とかに比べたら一桁こう違う。1桁ぐらい。チームのサラリーキャップっていうのが決まってるんですよ。選手全員で1億5000万なんですよ。全員で。なので、まあ、平均すると、まあ、15人だったら大体1000万ぐらい。そう、プロバスケットはまだ発展途上中のスポーツ。プロ野球の場合、一番総年俸が高いチームが45億円、一番低くても22億円なのに比べると収入面では足元にも及ばないのです。そう考えるとやっぱり野球選手のスター選手とかだと僕ら全員のチームのサラリーぐらいにもなっちゃったりするんで、はい、なるほどな。とはいえやはりプロアスリートのスケジュールは超ハード。毎朝9時前にはエース様をお見送り。到着後午前に3時間ほど練習し、昼食を挟み午後も3時間ほどの練習。その後自主練習を終え帰宅します。サラリーマンと同じようなサイクルですが、実はだいたいこう週末土日だったり金曜土曜だったりっていう部分で試合をやったり、
隔週の土日と水曜に地方で試合があるため、エース様が家にいないことが多いスポーツです。ではそんなエース様を支える奥さんってどれだけ大変なの？こちらが本田さんのスケジュール。主婦業をこなす傍ら自分の仕事もこなす共働きスタイル。さらに旦那様が遠征の時には応援しに行くこともあるそうです。ということで奥様の地方遠征に密着。はい、こんな感じで。あ、すいません、かなりラフな感じで。泊まるホテルに向かっていいですか？あ、ホテル。あ、はい。ご主人とは会わないですか？はい、あ、会わないです、会わないです。なんか私と会ったりしてね、こうあの主人のリズムが崩れると困るので。試合だけ。エース様が試合に集中できるよう地方だろうが、試合前に会うことがなく、一人寂しく宿に泊まるそうです。翌日、エース様の試合会場へ。ちなみにベンチからすぐ近くの席に座った奥様。こんな近く座れるんだ。通常3500円の試合チケットですが、ご家族は無料。いよいよ試合開始。エース様の活躍を見守ります。試合時間は10分 ×4 セットの計40分。試合中は陽気な BGM が流れ、観客もノリノリです。しかしこの日のエース様は調子が悪く、でも試合後半、奥様待望のシーンが。と健闘しますが、残念ながら負けてしまいました。ここでようやくエース様に会えるチャンスが。失意のエース様を慰めるのかと思いきや、名古屋に帰ります。もう帰らないですか？もう帰ります。会わないんですか？会わないですよ。会わないです。チームの輪を乱さぬよう、エース様と会いたい気持ちをこらえキロへ。会いたい。もうなんか抱きしめたくなりそう。続いては最も多かったこの疑問。料理作るの大変じゃないの？世間の声を聞くと、食不安、なんか食に健康、なんか超気使いそうだから。そう、エース様の体を支える妻として料理は大変そうなイメージが。ということで本田さんのお買い物に同行。ねえ、もう今日は大体何作ろうかなとか、試合直前は牛肉って決めてるんですよ。赤身の牛肉、はい、ちょっと疲労が溜まってきたらじゃあ豚肉とか。食べ物の知識ってなんでそんなにあるんですか？はい、アスリートフードマイスターっていう資格を取るために勉強して。アスリートフードマイスターとは、アスリートに必要な栄養素などを把握する資格のこと。なんと全国でまだ163名しか合格者がいない厳しい資格なのですが、エース様のため昨年猛勉強の末取得されたそうです。この日はオクラやほうれん草など青菜系を中心に15点でおよそ5000円。これで作るのは、トンテキとマグロのステーキとほうれん草の和え物と長芋の落とし焼きとケールサラダ、あともずくとかなんかコーンとか味噌汁。すごい、はい、すごい。あと何時間かかるんですかそれ？急ぎます。すごい。エース様のため毎日平均8品を食卓に出すのがストイックな本田さんのマイルール。すごい、羨ましいわ。この8品をエース様が帰宅する2時間の間に完成させなければならないそう。まずはサラダ作り、今晩はケールサラダを作ります。続いてはご飯。
普通に炊かずにひと手間かけます。出た雑穀米、はい、ミネラルとかをしっかりと栄養補給ですね、はい、ただ美味しく作るだけでなく栄養面も考えるのがアスリート妻の務め。2品目ほうれん草としらすの和え物にもひと手間加えます。今結構人気なんですけどオメガ3、これを加熱しちゃうとダメなんですけど、こう生食の時に少しかけて和えるとその炎症してるところが治りやすくなったりとか、あとアレルギーの原因とか。急ぎながらも手は抜きません。これ長芋とオクラを混ぜて落とし焼くっていう。さらに小鉢料理作り、合間には洗い物もこなし、ここまでで1時間。これは出汁です、取っておいた出汁です。6品目事前に取った出汁で作る味噌汁、はい、7品目トンテキ、お肉を柔らかくするためお酢で下ごしらえ、時間をかけています。残り15分、8品目のマグロのステーキ、大根おろしにも七味でひと手間。残り5分、最後に雑穀ご飯が炊き上がって、あーできました、完成。こちらが2時間で作った本田智子特製のアスリート晩ご飯。うわー、なんなんこれ。午後6時、帰宅したエース様と夕食開始。じゃあ、はい、いただきます。いただきます。はい、いただきます。これいいですか、お箸で食べて。すごいね。いただきます。どうですか、皆さん、毎日2時間よ。うん、できますか、皆さん。あ、おいしい、ふんわりで、オクラの食感がちょっと残って、うん、本当にご飯の食べる量が本当減りましたね。充実してるよね。そういう風にしてくれてからは大きい怪我とかもしなくなって、体のこうバランスがすごい良くなったかなっていう風に。体調もいいですか。体調もすごい良くなってるんで。そんなストイックなアスリート妻となった本田さんですが、そもそも人気女子アナだった彼女はどうやってエース様を射止めたのか。そこでご自身に台本を書いていただき再現させていただきました。遡ること5年前、ある友人との食事会に出かけた本田さんを待っていたのは思いがけない人物。タマコ、あ、お久しぶりです。こんばんは。なんとそこにいたのはかつて取材で会ったことのあるエース様、五十嵐選手だったのです。この食事会、本田さんの友人がセッティングしたのですが、実はその人物というのが、TBS アナウンサーの出水舞です、本田さんと同期の TBS アナウンサー出水舞さん。元はといえば五十嵐選手と私があのプリンスコレクションというちょっとデート企画っぽい番組があったんですけど、そこで交換して、まあ、友人関係がこう発展してったって感じですかね。で、まあ、何人かでお食事している中で、ひょんなことから私と、まあ、本田智子ちゃんが同期だっていう話になった時に、智子ちゃんいいよねって、智子ちゃん可愛いよねって、何回会ってもまた言ってくるし、これは本気だぞと、この二人は何かこう引き合わせてあげたいなとおせっかいながら思ってしまったんですよね。そんな食事会でかねてから本田さんのファンだったエース様は、電話番号を聞き、ここから怒涛の猛アプローチ。しかし当の本田さんは、その時にあんまりこう恋愛に対して積極的ではない自分がいたので、たまに会って食事などはするものの、なかなか恋愛関係には発展しなかったといいます。しかしそんなある日、本田さんにある変化が。はい、え、食べない？あ、ありがとう。二人で一つのジェラートを食べた時に、あ、関節キスだっ
って思っちゃったかわいい、かわいいね、その初々しいデート感にキュンとしちゃったんです。はい、そして出会いから半年、僕と付き合ってください。あ、男らしいって思ってお願いします。あら、2010年交際スタート。でも当時の2人はフジテレビの人気アナウンサーと日本スポーツ界屈指のイケメンアスリート、決して公にはできない、いわゆる人目を忍ぶ関係。しかも東京と名古屋遠距離だったこともあり、会えてもわずか数時間という状況だったといいます。だがそんな二人にある決定的な出来事が。それは五十嵐さんの実家に遊びに行った際、お墓参りに寄った時のこと。するとその帰り道、もしもし、五十嵐さん大変です、明日本田さんとのことが週刊誌に出ます。当時のマネージャーさんから週刊誌に出ますで、なんか結婚退社へみたいな風に書かれてるよっていう風に言われて、そしたら主人が、このまま智子が東京に帰ったらみんなから記事のこと聞かれて不安になると思う、このまま私がそのフジテレビに行ってしまうと会社どうなってんのっていろいろ聞かれたりすると思うから、なんか私が不安になっちゃうとかわいそうだから、僕と結婚してください、今日言います、結婚してくださいっていうふうにはっきり言ってくれたので、もう即答してありがとうございますこうして2013年7月、結果良かったですね、2人はめでたくゴールインされたのです。そんな幸せなお二人に最後の質問、ご結婚されて良かったですか？良かったです。はい、ご飯作るのめんどくさいなって思うことはありますけど、結婚しなきゃよかったって思ったことは一回もなかったです。イケメンアスリートを射止めた本田さんの恋、皆様いかがでしたか？いやーちょっと爽やかでしたね、でもね、はい、さあローレンさんね、夫は読売ジャイアンツ、美しすぎる妻として今話題沸騰中のマイコラス夫人、いかがでしたか？どうでしょう、旦那さんの食事管理みたいなことはやっぱり、されてるんですか？はい、プロスポーツ選手には必要な栄養があるので、それを気にして用意しないといけません。 VTR のように大変なんだけど、愛しているしサポートしてあげたいと思うとあまり苦になりません。いやー好きだね、やってくれるってどこの家庭もやってくれないです。あんな、もううちの嫁作るのは、林ライスかクリームシチューですからね本当のもんばっかり作るよ僕多分ね20年後顎なくなってると思う、ドロドロ食べ続けすぎて、アスリート勝手に抜き打ちファッションチェック、今回用いる方法とは、いや、勝手に見るってこういうこと、かつ番組出演時につけていた時計を当番組が勝手にチェック、そういうことです。俺のはいいでしょ、別に120万円前後です。まさに4億総代表です。これは人気元です。さすが、常にプレミアがつく、さすがお笑い界のエース様。まず最初は日本テニス界の貴公子錦織圭、現在世界ランキング6位のトッププレイヤー。年収24億円の若きカリスマが愛用する腕時計とは、密着取材中バッグを肩にかける瞬間、お、来た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 、なんだこれは、どうですか、やらしい番組でしょ、安い組だなこれ、
こちらの方で、トムホイヤースポーツウォッチというものです。いや、これはたまたま20万円でこっちもさ、練習終わりだからよ、プライベート違うよ、ね、絶対違いますよ、違う違う、タグホイヤートップアスリートの方にはふさわしいモデルだと思います。続いては日本代表両腕、本田圭佑です。ね、すでにバッチリ見えているので遠慮なくチェックさせていただきます。下水な何ですか、こちらのお品は、右手は借りているタグホイヤー、金額は250万円前後、片方ね。そして本田といえばトレードマークの両手巻き、こちらのお品は、こちらも同じ規定で、こちらもですね、画像からするとサントスというモデルになります。サントスでこのモデルですと同様に250万円前後、500万。本田選手、派手なイメージがありますけれども、選ばれている時計はシンプルな時計を選ばれています。外国王室。続いても日本代表長友佑都、空港でファンサービスをしていると少し困った瞬間、時計が違う、褒めるね。こちらのお品は、来た、価格は350万円前後、ゴールドとセラミックを組み合わせたモデルになってます。ゴールドを使った高級感のあるモデルでありながら、カジュアルに仕上げたモデルになります。最後は日本代表する大野選手、田中正広、顔を描いたその瞬間、その腕には青いベルト、いや、なんだこれ、こちらのベルトもついてる、なんか来ました、さすがヤンキース、高い、いやー、何でした、高い、タイを前面に散りばめた大変ゴージャスなモデルになってます。まさに田中選手にふさわしい一本ではないでしょうか。ちなみに田中選手、こんな時計も、こちらの時計はウブロのキングパワー、お値段260万円。この後さらに澤穂希、吉田沙保里も、私中華料理好き。続いては日本女子サッカー界のレジェンド、澤穂希、噛んじゃった今、噛んでない、そう、あら、来ました、かわいい、こちらのお品は、来ました、ビッグバンのホワイトダイヤモンドというモデルです。価格は120万円前後、全体をホワイトで統一したモデルになっております。渡部選手と一緒や、120万できている、もっといいの持ってるから、渡部選手と一緒や。続いては霊長類最強女子、吉田沙保里、取材中好きな料理を聞かれた瞬間、何料理が好きですか。私中華料理好き、もしかしてまさか、こちらのお品は、あ、一緒、あ、違うんだ、うわ、ゴールドダイヤモンド、あ、装飾が違うんだ、ピンクゴールド、素材がピンクゴールドに変わってます。いやー、来た260、ダイヤを散りばめた、いやすごい、渡部選手超え、1100万、いやいや、なんちゅう下水企画なのこれ。いやね、これね、渡部さんのは何本中、あれ僕は泣けなしの一本です、本当に、いやもう、いや、じゃあちょっと言いますよ、これいい加減にして、いや、渡部選手、それもうそんなわけない、うわー、なんですよ、あなたすごい時計買ってるんだよ、ないですよ、ちょっと今日、いやー、宮本氏ともう早かったよ、違う違う、いやー、宮本氏ともう早かったよ、違う違う、俺の倍ぐらいの値段の、よー僕してんの、いつもしてんのは中学の入学祝いです。カシオ、カシオだ。パテックのあれなんだっけ？カラトラバ。あ、カラトラバ。ゴールドのパテックのカラトラバ。これ200万じゃ買えないですね。よう言いました。ああ、人が120万円切って。自分は倍以上だけど、殿様ですからか。いや、もうすごいんだから。いや、面白いでもこれね。知らないからね。だからこれあくまでこう画像的にはちょっと荒い、あ、そうか、引き伸ばしてますから、うん、推定ね、あくまでこれ推定です、はい、あくまで、さあローネさん、いかがでしたか。後ろの女性たちは少し勘違い、
さあローレンさんいかがでしたか。後ろの女性たちは少し勘違いしていますね。夫をどう支えていけるか、顔やお金ではなくその人を愛しているかを皆さんは考えた方がいいと思います。そうですよね。まさかの番組最後に浮ついた我々一刀両断。